もう一つ言ったらもう賃上げ。賃上げ。賃上げ。これですね、はい、給料上げるなんですよ。やっぱり。あの日本の人たちなんで苦しくなってるかというと、もう30年間賃金上がらないことなんですよね、はい、で直近で言うならば直近の春闘では 4% 近く上がっているんですけど、はい、この30年間のマイナスを払拭できるほどではないんですよね、はい、でかつやっぱ物価も上がってって、はい、やっぱ相対的には貧困が増えているっていうのは現実だと思っているんで、やっぱ希望を持つためにはみんなが頑張ったら頑張った分だけ給料が上がるっていう、はいはい、あの未来像をしっかり、あとそういった経済状態を作らなきゃいけないと思っているんで、やっぱそこがあの玉木さんの一丁目一番地だと今思っています。もし玉木雄一郎総理大臣が誕生したら、はい、もう日本の国民は賃金が上がると言っても間違いないっていう、上がる、あ、もう断言する、すごい